はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントモデルのホンダシビックタイプ R を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカイベントモデルのホンダシビックタイプ R です。で、今回この車種を紹介するのも2019年のゴールデンウィークに開催されるトミカ博の方では新しいモデルが発売されるんだね。イベントモデルのナンバー1番、今はホンダシビックタイプ R だけど今度は新しいモデルが出るみたいです。ということはこのモデルもそろそろ廃盤になるのかな。しっかり見ていこうと思います。フロントの方はこんな感じだね。中央の部分にはホンダのエンブレムがプリントされてあって、ヘッドライトの部分はシルバーの塗装になってます。タイプ R はやっぱりこのグリル周りの細かさはかっこいいね。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じになってて、ルーフの方を見ていくとブラックで塗装がされてます。で、このブラックは艶消しのブラックだね。で、助手席の方を見ていくとこんな感じだね。レッドのボディカラーの中にシルバーでアクセントのカラーリングがされてあるね。で、この部分にはトミカイベントモデルのプリントがあります。で、ホイールのリムの部分もメタリックのレッドだね。ボディカラーとぴったりでかっこいいね。で、後ろの方を見ていくと中央の部分にはホンダのエンブレムがプリントされてあって、シビックとタイプ R っていうのがプリントされてあるね。で、この下の部分のディフューザーの部分とかもすごくかっこいい感じになってるね。で、運転席側の方を見ていくとこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で、リアスポイラーの部分は樹脂パーツなんだけど、側面のところはレッドで塗装がされてあるね。この辺りボディカラーとぴったりだね。で、上の方を見ていくとこんな感じになってます。内装の方はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、シートの形状はバケットシートになっててかっこいいね。タイヤの方はサスペンションがついてます。で、アクションの部分はボンネットの開閉だね。エンジンルームはこんな感じになってます。ボディのレッドとエンジンヘッドのレッドが同じような感じの塗装になっちゃってるね。で、後ろの方を見ていくとホンダシビックタイプ R ナンバー76番の2016年のシャーシーになってます。こうやって見ていくとやっぱりシビックタイプ R のデザインはかっこいいね。フロント周りとかリアの部分とかしっかり作られてます。で、イベントモデル特有のこのボディカラーだね。レッドとシルバーとブラックのバランスもすごく良かったです。はい、こんな感じで同じシビックタイプ R の車種を2台並べてみました。こちらのゴールドのモデルは以前レビューしたトミカ武将コレクション2019の伊佐関ヶ原だね。前回レビューしたのでリンクを貼っていくので、そちらの方からご覧ください。で、シビックタイプ R の通常版はホワイトだったね。初回特別仕様がブラックだったので、こんな感じでカラーバリエーションが増えていくとコレクションもまた楽しいね。何度見てもこのフロントのデザインは細かいデザインでかっこいいです。パッケージの方はトミカイベントモデルのいつものパッケージだね。ナンバー1番のナンバーリングがされてます。で、側面の方はこんな感じだね。で、後ろの方を見るとこの部分にホンダのライセンスがプリントされてます。はい、今日はトミカイベントモデルのホンダシビックタイプ R を紹介しました。で、やっぱりシビックタイプ R はレッドのボディカラーでもかっこよかったね。で、このモデルは発売された当時はすごい人気だったね。トミカ博でも品切れして、オークション相場も結構な高値になってました。
で2019年ゴールデンウィークはトミカ博でイベントモデルのナンバー1番が新しいモデルになりそうだね。そういう噂が出てるのでこのモデルもそろそろ廃盤が近いのかなと思います。でよくイベントモデルのモデルチェンジの時期は新しいモデルと廃盤モデルが併売になるケースが多いね。気になる方は次回のトミカ博をチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。